今日もサッカーをより楽しく見たいな、井上真でございます。ノーミルクサッカーミルクサッカーアカデミーでございます。ノーミルクサッカーです。お願いします。今日もありがとう。カタールワールドカップ日本代表ポジション別選出のやつ待ってました、待ってましたよ、このやつ。ということでこれはですね、ポジション別だからもうキーパーとディフェンダー陣はもう終えてるんですね、我々ね。そうですね。ぜひちょっと右左分けてやってますんでね、まあ、見てくださいよ、はい、お願いします。今日は前回がアンカーでしたので、はい、今回はインサイドハーフの片っぽの方に行きたいと思います。そうです、アンカーまでやってましたね。ありがとうございます。はい。そうです。前回は遠藤渡るポジションがあったので、うん、今日は田中碧ポジションをやっていきたいと思います。なるほど、なるほど。これ名前言った方が森保ジャパンちょっと分かりやすくなってきたって面白いですね。そうですね、確かに、ね、確かに、うん。はい。じゃあ、この取得書いらねえだろうっていうぐらいですけど、ね、いろいろありますから。そうなんです。いろんな方もいますからってことですね。うん、はいはいはい。で、今回のね、この企画は、過去の6大会のワールドカップで同じポジションだった方は誰だったっけ、はい、っていうところを踏まえながら、はい、誰が選ばれる可能性があるのかなってことを見ていきたいなと思います。それお願いします。今日も、シートは2枚出てまいります。はい、まず1枚目、こちらから、ドン。まあ、このセントラルミッドフィルダー、まあ、いろんな言い方あるかなと思ったけど、うん、動的ミッドフィルダーって名前に書いちゃいましたけど、まあ、あんま意味はないです。特に気にしないでください。うんうんうん、で、過去の、メンバーちょっと見ていこうかなと思うんですが、はい、まあ、最初のフランス大会行ったら、このポジションは、まあ、服部さんとか、まあ、中田秀さんだとかだったりなのかなと。そうですね。ですね。ボランチ、まあ、チラシとかができる方々って思っていただければいいと思いますけどね。やっとさんとかそのタイプと。うん。で、その後、日韓でも服部さん、中田秀さんっていう風に見てみると、まあさ、なんか今までのポジションに比べてよりなんですけど、はい、同じ人めちゃくちゃ多いのね。ああ、そうです。ああ、中田ね、秀さんがもう3大会。そうなんですね。で、服部さんから中田秀さんがね、中田浩二さんと共に継承し、はいはいはい、それを今度ドイツ大会でやっとさんに継承し、でやっとさんから長谷部さんに継承しての2022に向かっていく流れですね、これは、ね。1大会多い気がしますね、中盤の方がね。そうなんです。さすが王様と呼ばれるね、あれですから。そうなんですよ。なるほど。で、いわゆる3番手のって言っちゃったらあれですけど、セントラルミッドフィルダーのね、うん、そこだけ2010大会から、まあ1、まあ1人ずつちょっと変わってきたかな、といったところでございます。はいはいはい、はい。で、あとはカタールでは、まあ柴崎岳選手がまあ入るのか否かというところですよね。うん。やっぱ継承があるのか、ないのか、みたいな感じになってくるのかなと思います。はいはいはい、はい、ってことで改めてこのポジションで現状呼ばれそうなメンバー見ていただきましょう。うん、カタールはこの人たちってことね。はい、はい、ドンと。うん、まあこんなメンバーですね、と。まあいろいろ言いますけれども、うん、まあ最初も冒頭で名前出してるので、うん、まあ田中碧さんはまあ何もなければほぼ確定的だと思いますけどね。一番森田さん使いたいんじゃないかと。そうですね。はい、はい。はい。というかもう普通に考えたら DM が遠藤渡るで、うん、はい、で、片方のところに田中碧が入って、うんうん、もう片方が森田秀政というパターンでしょうかと。普通に言ったらこうなるでしょうと。そうじゃない場合に何があるのかっていうお話をね、何回にもしてるわけですよね。はい、うん。で、今回のこのオレンジの CM の方は、いわゆるダブルボランチ、はい、いわゆる、例えばね、去年のオリンピックのスペイン戦なんかは、うん、引いた時はね、まあ、そうですね、はい、ダブルボランチ化するっていうところがあるので、はい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 、そう考えるとボランチの一角も担える人の方が、まあいいよね、というところで考えると、はい、やっぱり田中碧さんが、まあ第一党なのかなと。もちろん森田さんもここできますけどね、と。で、他のメンバー見ていくと誰が残るのかと言われたら、まあ今はやっぱり原口元気さんが代表ではこのポジションやってますよね。安定のね。誰がここに落ち着くと思ったかって話ですよね、本当に、ね、今更ながらですけど。サイドのイメージというか。ね、ドリブルでっていう。ね、そうですよ。そこがもうドイツに行ってね、屈指のハードワーカーに成長して、いやいや好きだわ、ね、ってことになっておりますよ。はいはいはい、で、さらにはこのポジションに、こちらも、誰がこのポジションでこの名前を見ると思ったか、旗手レオ、うん。本当ですね。そうなんですよね。うんうんうん、今ちょっとこの収録時点では、セルティックの試合、まあ2週間ぐらいちょっとお怪我でね、書いてるんですけど、はい、開幕戦ではなんとダブルボランチの一角で出てましたからね。フォワードだと思ったらトップ下やったり、サイドバックやったり。フィールド広げてますね。ねえ、うん。なんで、でもね、日本代表からしたら、やっぱ彼の成長というか、彼がこういう中盤にできるっていうのもすごく大きなポジション、うん、ポイントではありますよ、ね。はいはいはい。そしてもちろん柴崎岳選手なんかもいますけど、うん、プラス、鎌田大地選手。はい、あ、そうですよ。はい。で、もともと鎌田選手といったら、それこそ、オフェンシブミッドフィルダーの方、いわゆるトップ下側の方の選手だったんですが、うん、ちょうどね、そうなんですよ。
ちょうど我々これね、8月14日の、はい、0時半ぐらいに収録してるんですけど、ついね、今しがたまでヘルタ対フランクフルトという試合やってまして。ああ、そうですか。はい。で、鎌田選手得点もしたんですけど、うん、ダブルボランチの一角で出てるんです。あら、これやっぱ月勢加入以来ってことですか？そうなんですよ、ね。でも日本代表にとってはいいことですね。そうなんですよ。旗手くん、鎌田選手が、うん、その一列後ろやることによって、はい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 、あれ、インサイドハーフいけんじゃねっていうのがすごい広がってきてますから。いろんなね、対応できると言いますかね。そうなんですよ。はいはいはい、ちょっと、いいじゃない。いい感じがありますね。なんかせっかくの鎌田選手、どこで使うみたいな話もあったわけだから。うん。へー。これは我々からしたらもうちょっとガッツポーズ。な感じありますよね。だから、ここまでのメンバーでもこのポジションで選ばれるの一人か二人しかいないよって感じなんで。そっか。ねえ、どうすんのよとも思うんだけど、うんうん、ただその下よ、まさみなさんと、はい。はい。まず、先日の E1 でもね、大活躍だった藤田という千葉選手、はいはい。まあね、岩田選手との DM、CM の流れでもいいかもしれないし、うん、やっぱりアンダー21の日本代表見てても、やっぱり彼がキャプテンとしてかなりやれてるところありますからね。うんうん、大逆転入りある可能性は彼にもあるよね、うん。なるほど。うん。そして、あとはすごい待望論が目立ってますけど、その下ですね。うん。川辺駿選手。おお。彼もこのポジションでできる一人ですからね。はいはいはい。で、特にグラスホッパーという今スイスのチームでは、うん、毎試合アシストか得点してるぐらいのレベルですから。ああ、すごいね。うん。すごいね。ただ、今の森保ジャパンにならせてるかって言ったらあんまりってことですね。そうなんですよね。うん、そこだけちょっとありますよね。そうなんですよね。うん、なんか強いて言えば今のように毎試合毎試合得点アシスト重ね続けたら最後の大逆転が起こりうるかもしれないっていう人です。まあ9月にね、呼ばざるを得ない。呼ばざるを得ないとか呼ばないわけにいかないぐらい気になるってことですよね、これは。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、はいはいはい。しかもウルブス行きとかもね、もともと勝ち取ってる選手ですから、うんで。最後なんでこの川辺選手ともう一人、ポルトガルのジルビセンテでやってる藤本寛也選手という二人を入れさせていただいておりますと。なんでこれ二人入れてきたかというと、やっぱりその各ね、それぞれの所属チームでの活躍ってことがすごくて、はい、藤本寛也選手に関しては昨シーズンのポルトガルリーグで、うん、一試合中にどれぐらいチャンスを作ったかっていう指標があるんですけど、はいはい、リーグ内ってトップ10に入ったんですよね。ポルトガル一部でね。そうなんですよ。すごいですね。でしかも他の選手、やっぱりポルトの選手とか、ベンフィカの選手とかなんで、なるほど。なんであんたがぐらいな感じなんですよね、うんうんうん、他のチームから見れば。なるほど、なるほど。あ、そっか、そうだよね。そう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 、うん。で、それもあってか、ジルビセンテというチームは今回初めて欧州の舞台に、ヨーロッパカンファレンスリーグって言うんですけど、行くことになったってのもあったので、なるほど、藤本選手の今、市場価値とかもぐんぐん伸びてるってところがあるんですね。藤本選手いくつなんだっけ、今。まだね、今年で23の選手なんですよ。そうか、そうか、そうか。そうそう、多分まだまだ若いから、なんだ次のワールドカップさ全然あるよねっていう。そうだね。選手ですので、なるほど、なるほど。藤本選手はなかなかね、森保ジャパンではやってないってところがあるから、うん、ちょっと大逆転も難しいかとは思いますけど、うん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 、ただやっぱその活躍がね、次の代表とかにも効いてくるケースは大いにあるのかなと、いうところでございました。ね、いやでもこれだけいるわけだ。うん。ね。何かあったとしてもこれだけいるっていうのは分かりましたよ。すごいよね。はい、ありがたい。はい、うん。そんな感じでございました。誰が選ばれるんでしょうかと。つうことね、はい。次はあれでしょ、トップ下の部分っていう、トップ下というかね。そうですね。オフェンシブミッドフィルダー。右の黄色いやつね。うん、はい。やったとちょっと被ってくるとこもあるでしょうけどね、これね。そうですね、名前としてはね。しましょう、これは。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ミロカ今日もお送りしてまいりました。朝晩動画出してますんでね、気楽にいつも聞いてあげてください。ということでございます。お昼は休み時間ラジオ、サブチャンネルでやってますんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしく。ありがとう。いつもの方ですね。ありがとうございます。また聞いてね。井上真でした。直美佐藤でした。それじゃあ良い一日を。じゃあねば。バイトでーす。はーい。